回生の人来てくれてありがとう。で、サークルユースのコピー始めます。
回し限界まで上げてください、お願いします。というわけで、サーカイブスのコピーです。よろしくお願いします。このバンド、まあ僕が3回生で、あとのみんな2回生っていう、まあ、構成なんですけど、一つ全員共通点があって、その大学入るまで軽音やってないんですよ、僕らたち。そう、なんか軽音楽部とかでバンド活動とかしたりとか全くそういうことしてなくて、で、なんか、まあ特にこのギターの翔くんなんかは、初心者からね、大学から始めて今こうやってステージに立ってるわけです。最高。まあ、何が言いたいかっていうと、たった1年でその大学入って、ちょうど今の時期にロック入ろうかなって決めて、で、あのステージの上でここまで、まあ、の弾きっぷりでギターが弾けたりとか、ドラム叩けたり、ベース弾けたり、歌歌えたりとかできるような場所だと僕は思ってます。まあもちろん難しいんですけど、すごく今も僕も難しいなって思いながらやってますけど、でもそれでも、あの食らいついて食らいついてやっていったらすごく上手くなれる場所だと僕は思ってます。もしよかったら僕らと一緒にバンドをやりましょう。お願いします。じゃあ次の曲いきます。Let's go!
次で最後の曲になるんですけど、もう気づけば桜も散って春が過ぎて次の季節が少しずつ顔を見せ始めてます。次の季節といえば、まあ、夏なんですけど、皆さん多分夏にすごいいろんな思い出があると思うんですよね。まあいろんなとこ行ったり、夏休みに思いっきり遊んだり、でもなんかそんなものの中心にあるものって何だと思います？僕はもうその時に着てたものだと思う。常にだって24時間ほぼ服と一緒に出来事を過ごしているな。夏の服といえば、僕は T シャツだと思います。ありがとうございます。サーカイブさんのボディでした。聞いてください、 T シャツ出たら。